アンナ・フォンベイメンは、オーストリア公、オットーの2番目の日。アンナは、ボヘミア王・ヨハンとエディシカプシェミス・ロブナの罰子である。アンナの双子の姉妹エリーザベトは創生した。1327年2月13日、父ヨハンは、ハンガリー王・カーロイ一世の息子ラースローとアンナとの、婚約を決めた。しかしラースローは1329年に死去した。 教皇からの特免状を受け取った後、アンナは神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世の息子、ルートビヒ6世と新たに婚約した。しかし、ルートビヒ4世が破門されたことが、この結婚の妨げとなったようである。父ヨハンは、結婚政策の上から、最終的にアンナの結婚相手をハプスブルク家から選んだ。 当時ヨハンはハプスブルク家と同盟関係を強めたいと考えていたためである。1330年初頭、ヨハンはオーストリアと夫側にアンナとの結婚を申し入れたが、この時は教皇の特免状が得られなかった。しかしヨハンは1335年にベネディクトゥス12世から特免状を受け取ることができた。ハプスブルク家は この結婚により、ゲオストリアのバイトラ、ラーンデアターヤー及びラーベンスブルクの都市を手に入れた。1335年2月2日、アンナはプラハに到着した。それまでおそらくアンナは、姉ボナに従って、フランス宮廷にいたとみられる。12歳のアンナと20歳年上の夫との結婚式は、1335年2月15日、または16日に、ズノイモで行われた。 同日にオパバラチブシュ、コーミックラーシュ2世の娘アンナと、ハルデックハクブルヒャルト11世、フォンクベイアフルトの結婚式も行われた。アンナは1338年に15歳で死去し、夫・夫も、その半年後に死去した。夫との間に子供はなかった。アンナと夫は、夫の最初の日、エリーザベトの眠る、ノイベルク修道院に埋葬された。ありがとうございます。